い、政務活動報告ビデオでございます。本日はですね、こちらは、四季の中宗岡にあります、県営住宅前、でございます。県営住宅の、北側にあたりますが、県と市が連携をして、カーブミラーがついたというご報告でございます。こちらのカーブミラ ー、よく見ていただければわかると思うんですが、この県営住宅の中にの敷地をですね利用させていただいて、設置ができたミラーでございます。こちらの当初ですね、後ろ側になりますけれども、こちらの住宅街の方から、非常にこう出るときに危ないのでカーブミラーをつけてもらいたいという要望を、市の方にされたということでございまして、ところがですね、ちょっと こちらに、つけるところが道路にはなかなかないということで、その場合ですね、できればこの県営住宅の敷地を活用してポールが建てられないかというご相談をいただきました。そこでは私の方からですね、県営住宅の管理をしている担当の方に連絡をさせていただいたところですね、申請をしていただければ、ポールを立てることは県としては協力させていただくということでございました。でその後いろいろ吸ったもんだありまして、なかなかミラー設置まではですね時間がかかったんですけれども、ちょっとこちらの電柱だとか、ゴミ置き場がありますけれども、こちらのゴミ置き場の屋根が映ってしまって、果たしてミラーとして役に立つのかというような声が役所の方からもあったんですけれども、直にですね、市長さんの方にもご要望させていただいて、県としてはつけても大丈夫だからということで話をしたところですね、最終的には市長の判断でこちらに、ミラーが設置されたということでございます。ミラーの方を見てもですね、電柱は入っておりますけれども、こちらの屋根が映るというような懸念はなかったので、当初いろいろ懸念されていたミラーとしてどうなんだろうということは解消もされておりますし、問題はないということで地域の住民の方も喜んでいただいております。こういうことでですね、県と市が連携をして、こちらのカーブミラーがついたという事例でございます。いろいろとですね、県政に対する、こういった細かい小さなこともですね、いろいろ動かせていただいておりますので、何かご相談等ありましたら気軽にご連絡いただければと思います。以上、カーブミラー設置の報告でございました。